I ain't thiefing, so stop beefing.善と悪は対立概念です。同時並行で考えるのは難しいと思います。そうかしら。そう思い込んでいるだけで善と悪は並列かもしれない。法は善を基準とする、悪を基準とした法はない。善から考えるのが妥当だろう。さて、善って何だろうね。辞書の定義から言えば、道徳的に正しいとされることです。道徳とは社会規範ではないでしょうか。社会の中で生まれてくるものということ。自分以外の誰もいなければ善も悪もない。それは違うわ。この世に一人だけだとしても善悪は明確に存在します。例えば純粋であること、高潔であること。人間としての誇りが善だというのか。フローラ、それも社会性から発現したものだ。神に見せるための善さ。確かにそうね。私たちの行動規範の根底には神が見ているという感覚が厳然と存在する。日本にも罰が当たるという言葉があります。そもそも善というのは人間にしかないものなのかな。集団が善悪の発露の要因となるなら、象や猿など集団生活を営む動物にはもしかするとあるかもしれないが。憎み、悪、罪、トガの意識が存在すると思うか。それは外から見ている我々が勝手にそう感じただけだろう。そう、それだよルカ。なんだ。つまり善悪というのは人間が後から名付けただけってことさ。世界には異なる地域、人種、文化の数だけ、それこそ無数の善悪の基準が存在する。善を探すことはそれらに共通する功を探すことでもある。その共通項がなぜ生まれたのか、理由を考えたいな。そうだな、三つあると思う。一つは自然継承。人類最初のコミュニティで生まれた道徳性が人類の広がりとともに継承されていった。継承につれて道徳性は変化していくでしょうけど、それでも共通項は残る。二つ目は交流と洗練。文化社会間の交流でより良いものを選び取ってきた。その過程で残るものがベストな選択として各地で採用され共通項となる。三つ目は、最初から人類は普遍的な道徳性を持っているというパターンだ。善悪の基準は人間に内在されていて、その部分が共通項ということか。ありえん。赤ん坊は生まれた時から善悪を知っているとでも。生物的な根拠に基づくならばありえるのでは。例えば大半の文化圏で悪とされている殺人、これは同種殺しを忌避する遺伝的性質と合致したモラルです。だとしたら、動物的本能として備わっているものが道徳として発現するという見方もできる。共食いしない獣と同じで片付く話ではない。道徳観とはもっと複雑なものだ。世界に広く共通する善、普遍的な善行とは何でしょうか。先ほど話に出ましたが、殺人は広く悪とされています。ならばその反対の概念、人を助けることは善行ではないでしょうか。そうか、悪行の反対を想像した方が浮かびやすい。例えば嘘をつかぬこと、正直であること、公平であることも善では。貧富の差をなくすという価値観が是とされることもあるように、公平を求める感覚は普遍的にあるはず。だが勝ち組になりたい感覚も人間にはある。私は我欲を悪とは思わん。個人の幸福の追求はまさしく善だ。我々はそれを基本的人権として認めている。アレックス、
何か意見は？そうだね、社会性や集団から善性が発生するというのは面白い仮説だと思うんだけど。違うと？うまく言えないけど、善はもっと包括的なものというか、個人にも集団にも等しくかかってくるもので、個人の善と集団の善がありつつどちらの利益にもなる、そういうすごく便利な概念なんじゃないかな。は、そりゃ便利だ。そんなものが存在すればな。はあ、そうだね。皆さん、トロッコ問題はご存知ですか？あなたは今線路の切り替えポイントにいる。そこにブレーキの壊れたトロッコが猛スピードで向かってくる。このままでは線路の先にいる作業員5人が死んでしまう。しかしポイントを切り替えると、もう一方の線路にいる作業員1人が死ぬ。ポイントを切り替えるべきか否か。単純に考えれば多く助かる方を選ぶでしょうね。善の判断に数が影響を与えることは間違いないか。では臓器くじの場合はどうでしょう？臓器くじ？ここに公平なくじがあるとして、健康な市民から一人を選び出す。その一人を殺し、臓器を取り出して移植を必要とする5人に配ります。これで一人が死に5人が助かることになる。その行為は言語道断。それは殺人よ。1人と5人の命を選択している点ではトロッコ問題と同じだが、アクシデントへの対応では1人の死もやむを得ないと感じ、明瞭な意思を持って1人を選び出し殺すことは罪深いと感じる。つまり数ではなく意思と手段が私たちの善悪の判断に影響している。そう、トロッコ問題も臓器くじも同じことを話してるんだ。どちらも人を生かそうとしている。生きることを生かすこと、つまりより根底に生きるがあるならば、自殺法を忌避する感情は正しいことになる。自殺は人が死ぬ、僕らは生きると死ぬで対立している。もう少しだ。僕らが今考えるべきことなのは、善悪のその根っこにあるのは生きるって何なのかということ。アレックス！